私は最強。バッドアスは見ればわかる。まだ存在という簡単に。さっきまでいっぱいいたのに。はい、どうも皆さん、バクレーです。では、先ほどの、見てもらった動画のビルドの説明をしていきたいなと思っております。で、今回スキルツリー止めて見ていただく形にしていこうかと思います。青のスキルツリーはこんな感じで、次赤のスキルツリーはこんな感じで取っております。で、このスキルですね、よいしょ、一番左タイズバインドと、サイレントマインドはここにセットしておいてください。でここら辺は好みでもいいかと思うんですけど、まあファイヤーの方が安定するんじゃないかと思います。はい、スキルツリーはこんな感じですね。で次、装備なんですけど、ジェイコブス社の銃を使ってさっきの戦い方をしてたんですけど、これ別に普通の銃でもできんことないです。できんことないけど、まあこっちの方がやりやすいんじゃないかなっていう感じですね。で結局何をしてるんやっていう話なんですけど、よいしょ、このスキルのタイズバインドで敵を1人捕らえて、で周りの敵をリンクさせるダメージを、でさらには、こっちサイレントマインド、そのリンクされた敵もマインドされる、グラスプされるかでされるので、ダメージかなり上がるんですよね、これによって。でジェイコブス社とか、まあ、普通に反射させてとかで乱反射を起こしてダメージを上げるっていう感じなんですよ。でアンフォーギブンっていう銃があって、これクリティカルヒットダメージがバカ高いんですけど、これで頭ぶち込むと、まあそのバインドされてる敵とかがぐる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 反射して、でダメージがバカ高くなるっていう感じだと思うんですけど、まあ、めちゃめちゃ深くまでは理解してません。なんでこんなダメージ上がるんやっていうのはなんやけど、まあおそらくそんな感じだろうと思います。で、一番上、これなんとなくダメージ高くて使いやすいから使ってるだけで、全然お好みのジェイコブス社の銃を使ってください。それとか普通に、まあ、撃ってて強い銃でもいけると思います。まあマギーとかね、最近強化されたので一応、使ってみてもあるかとも思います。まあ、装備はこんな感じですね。今回使ってたのは、レンジャーとアンフォーギブンと、マギーは、さっきのやつは使ってなかったんですけど、マギーでもありだよっていう感じです。で途中でアルケミストを撃った場面っていうのがちょっとだけあったと思うんですよ。何をしてたかっていう話なんですけど、これこのスティッキー銃とか時間差で攻撃が発生する銃あるじゃないですか。これって爆発するまでにか銃を変えて、クリティカルヒットダメージ、例えばアンフォーギブンやったら 384%、 これに変えると爆破ダメージ、こいつのクリダメが乗っかります。何言ってんのって感じなんですけど、要するにこれ撃って、ちょっとマガジン足りねえな、撃ってでこれ変えたら、今爆発してるやつってこのアンフォーギブンのクリダメが乗っかってる爆破になってるんですよ。これって前作からある、技なので、バグとかではないと思います。こういう技もあるので、まあ、自分が使いたいスティッキー銃とか、別にアンフォーギブン用事ないけど、まあ、他の銃だダックだったり撃って、でアンフォーギブンに変えるとこのクリダメ乗っけれるので、そういう技もやってみてください。案外楽しいです。で次、装備か、シールドなんですけど、ジャガーノートリーチャージャー、まあ、これは、まあ、安定して生き残れるようにしてるだけですね。でこのフェーズザーカーっていうやつ、これはやっぱりつけてください。ラッシュのスタック数上がったり、でラッシュのスタック数に応じてアマーラの武器ダメージが増加するので、これは絶対つけてください。で次、アーティファクトなんですけど、これ今回また自分好みのアーティファクト揃えれてなかったんですけど、さらなるダメージアップが望めて、例えばダメージブーストつけると
ダメージが上がります。で、今の状態やったらダメージブーストつけてもアルケミストしか関係ないんじゃないのっていう感じなんですけど、それがスキルツリーの赤のスキルツリーの一番右上、これインフュージョンというやつ、アマーラの武器が与えたダメージの一部をアクションスキルエレメントに変換する、ここですね。やから今これの効果によってこいつら打ちまくっとって、でどっかで変換されて、でファイヤー属性もついでに放ち始めます。なのでダメージブーストで自分に自傷行為で例えばファイヤーをつけて、で自分のスキルエレメントにあった銃ですね、スキルエレメントにあった、自傷行為の銃を自分に撃って、で付与させて、今やったらファイヤー属性ですねを自分に付与して撃つと、それにもダメージブーストが乗っかるのでさらなるダメージアップが望めます。で、グレネードがね、もうちょっとバカ野郎なことされたんで、ヘックスっていうのがちょっと押せなくなったので、今回はイッツピスを押します。なぜかっていうと、これ単体の敵に対してダメージを上げれるグレネードで、さっきの、バインドとかするんやったら、バインドした敵にイッツピスぶち込んでから、アンフォー気分ぶち込んだりするとダメージが一応 20% 上がるので、これもありなんじゃないかと思って今回はこれを、採用しております。で、装備の説明は以上ですね。なんで別にジェイコブス社じゃなくても、一応はできると思うんですけど、アンフォー気分がいっちゃにやりやすかったりで、あとは、マギーとかもやりやすいんかな、自分なりの銃を見つけてもらっても大丈夫だと思います。で、今回固定されてる、装備というか固定するべき装備はこれですね、フェイズザーカー、これはつけておいてください。そんな感じですね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた気が向いたら来てみてください。それではお疲れ様です。